はい、こんにちは、武田良太鍼灸整骨院院長武田です。本日、2018年3月19日をもちまして、私武田45歳になりました。ありがとうございます。お花いただいたり、プレゼントいただいたりね、患者様からもおめでとうございますと、今日はゆっくり休んでねと言われたんですが、しっかり治療しております。明日お休みなので、明日ゆっくり、させていただこうかなと思っております。で、毎年恒例の今年の抱負なんですが、そうですね、僕はもともと負けず嫌いがありますので、本当は抱負はたゆまぬ努力にしたかったんですが、自分の体もね、一応45なんで心配ということで、大人な仕事をゆっくりと、していきたいと思います。自分の体も気遣います。ということで、武田でした。よろしくお願いします。